この間もね、ある施設でですね、何かに参加したいとそこでやってる、うん、そしたら熱を測らせてくれって言うんですよ、はい、で、なんかこう銃みたいなやつね、うん、で、やだ、お断りしますって言って、熱なんかあったら来ませんよとかね、うん、バンバン言ってたんですよ。でしかもそんな精度の低い、そんなに35度とか出るやつでしょっつって、うん、そんなんで測って何の意味があるんですかって、うん、でそしたらこう一番偉い人出てきて、そこは教育委員会がやっている機関だったんですけど、うん、だからそれはそうですと、精度は低いですみたいなことを認めるんですよ。じゃあ何、建前でやってるわけですかと教育機関がそう言うんですか、がっかりですよっつって、うん、でやっぱりね、そうするとこうグラグラっとくるわけですね、相手もね。おっと、俺は教育者だったと思い出すわけですよ、うん、こんな建前で今生きてると、うん、でもう一人さ、二人で来るんだよね、うん、そういう時はさ、クレーマーがいると、うん、でもう一人横にいる人もさ、なんかだんだん私の言うことに心動かされてきちゃって、実は私もマスクは何の意味もないと思っていますとか言い出したりとか、はい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 、そうなんですよ。でそのさ、所長さんもさ、うん、おっしゃることは分かりますとかね、なんか言い出して、で本当になんかウイルスってのはどうのこうのとか言ってね、なんかその人はこう生物がご専門だったりとかして、うん、腹割った話をね始めちゃうんですよ、相手が、はいはい、うん、で私もあなたのお立場は分かりますと、うん、ね、そういうやっぱり分かるでしょ、その、うん、自分がその立場だったらなかなかね、上から熱測れって言われてることを、あなただけじゃあクレーム言うからいいですよとは言えないとか、うん、対価なく退職する、定年するまでやりたいとかさ、そういう気持ちがやっぱり人間だったら出ますから。で男の人だったら家族養ってるとかなったら、うん、ねえ、やっぱり変な人は排除したいってね思いますよ、うんうん、でそういうことを分かりますと。だけど私も譲るわけにはいかないとだからじゃあ分かった、もう今日はね、なんかだからそう、法律に合ってるかどうか、その 法的機関に聞いた方がいいんじゃないですかって、この図測んなきゃこれやらせないっていうのは、うん、そこは税金でやってるとこだったんで、うんうん、いいですかと、うん、差別でしょみたいな言ったら、まあその日は日曜日だったんで、ちょっとどこへも聞くことができないっていうんで、うん、じゃあ分かった、今日は引き下がりますと、うんうん、だけど調べておいてくださいねとかね。でそしたらその所長さんは、ちょっと今度私が作ったウイルスと細菌の違いの、資料をお渡ししますから、また来てくださいみたいなそういう感じになっちゃうんですよね、はいはい、だからね、結局ね、自分もこの人みたいに本当のことを言いたいとか、うん、やっぱそういう気持ちも出てくるんですよね、うん、やっぱり本気でおかしいでしょこれって言ってると、うん、だからそう、最初は変なクレーマー扱いですよ、うん、だけどなんでしょうね、やっぱりあなたの立場も分かるっていうのをやっぱり言うことですよね、うんうん、そうです、皆さんやっぱりマスク問題結構戦われてると思うので、ちょっと何ですか、相手の気持ちを揺さぶる何かをねやった方がいいと、ただ突っぱねてるんじゃ、それこそ支配者の思うツボで、下の者同士でいがみ合って、うんうん、そうですよね、うんうんうん、今2つの論点で、まず最初体温計だったじゃないですか、うんうんうん、で体温計で、それはですか、おでこに当てられるのが嫌なのか、うんうん、その全部当てられること自体が嫌なのかっていう、それも嫌ですけど、なんかね、熱測らせてくれなんていうのはね、なんか異常なことみたいね、今はさ、うん、普通だけど、うん、それ以前はさ、熱測らせてくれなんて言われることないでしょ、そうですね、普通は、うんうん、だから熱あったら来ませんよって、うん、風邪ひいてたら寝てますよって、うん、だからそれ嫌だっていうのに測んなきゃあれさせない、これさせないっていうのは多分人権侵害、憲法違反になるんだと思います、うん、マスクしろと一緒ですよね、うん、その人がやりたくないことをやらせるという、うん、そうですよね、うんうん、あ、いや自分がね、そこまでの主張がないんだけど、そうですよね、主張がないんだけど、いや、いいんですよ、いや逆にそう、今の感じだと、うん、どうぞ、すいません、どうぞ、今の感じだと由美子さんだったり、うん、でそれと合致するのが遠藤さんだったりとか、うん、和美さんだったりと合致してて、うん、そこに行かなきゃダメだよって言われてる感じがするんだけど、あ、まあね、ちょっとプレッシャーですよで自分そこまでの、うん、まあちょっと、うん、ポリシー持っててなくて、うん、だけれども絶対嫌なのがおでことかに当てられちゃうと、うんうんうん、なんか消化体大事にしたいなとかって思うじゃないですか、体を大事にしたい、そこは嫌だよと、だから手にして、うん、手だったらいいよっていう、うん、
そこの妥協は許せちゃうんですよ。あ、なるほど、ね、だからそう、うん、でも体温を測ること自体がダメだよまで言うと話が多分長引く、うん、ね、そうなんですよ。だからそこがね多分、まあ、妥協してるというか、まあ、ここだったらいいやって思っちゃってるんですけど、うん、だからそれはやっぱり暇じゃないとできないですよ。そうなんですよ、うん、暇でやるわけですよね、うん、まあ相手も暇してるから、うんうん、でマスクに関しては施設でこれマスクしてくれって言われるのは、うんうん、あれあまり言われなくて、うん、逆にあそう群馬交響楽団のコンサートとかマスクしないで聞いてるんだけど、うんうんうん、そうした時に、うん、結構年配の人たちが本当にねなんか嫌がってるというかにらみつけるとかそういうのがちょっと経験したりはしましたよね。へー、うん、だからそうだから自分が、なるほど、わかります。席、まあ、自分もマスクしないんだけど、うん、あれ人が知り得るかなんてこうね、キョロキョロしちゃってると、うんうん、その時の視線があれだから、あ、キョロキョロしないでマスクしないんでしょうとか思ったりとか、なるほど、うん、そんな感じはしたりしたんですけど。そうやっぱりね、やっぱりそう どっちかというと施設の人というよりは、その同じ、すごい施設の人言わないんですか。施設の人に言われなかったですね。あ、すごい、まあ、ちょっと子供の関係でちょっとディズニーランドちょっと行ったんですけど、うんうん、ディズニーランドはさすがに厳しかったから、なんかすごいらしいですね。ディズニーランドはね何回も怒られた、怒られたっていうか、うん、あれその、うん、アルバイトの人が一生懸命言ってて、うんうん、でそうすると一番自分関して厳しいのは自分の娘なんで、ほらほら見ろっていう感じになっちゃうんですよね。え、何自分のマスクをしないことに対しての監視が一番厳しいのは残念ながら自分の娘なんですよ。もうマスクしなきゃいけないってなったわけですね。そこもそこ難しいんですよ。すごく難しい。難しいですね。家族でね意見が違うとね。うん、まあ、そう娘の話、その家族の話はまた違う、はい、またね長くなっちゃうからあれですけど。でもやっぱでも実際は厳しくで、おでこに体温計当てるっていうのも、うん、それ断るんだったら事務室で何だかな一回体裸になってもらって どっかで脱いでやってもらわなきゃいけないとか何とかって言って、それでその行列をずっと止めちゃうわけですよ。それでなっちゃうから、いいからいいからっていう感じ でそこでどうしても譲っちゃったんですけどね、まあ、あ、おでこでおでこ、おでこ貸しちゃったんだけど、貸しちゃったっていうか。すごいですね、脱がなきゃいけないとかっていう、どこですか、ごめんなさい、ちょっとうろ覚えでごめんなさい、うん、ね、おでこじゃなかった時は、うん、なんだっけな、どこか違う場所で測りますとかってなって、だからそれから別室で、服脱いでやってもらうことになりますみたいなこと言われて、それは人権侵害甚だしいですよ、ね、でそれが入り口で、それでマスクに関してはもうアルバイトの人たちが、うん、まあ、マニュアル通りに必ず指摘しに行きますよね。何度も言われちゃった感じ。そうだからあれが そういうことを人にマスクをしろということがおかしなことだっていう感覚がないからね、うん、だからそういう人に対してはなかなか説明が難しいですよね、うん、まあ、そうですね。そうだから相手を見て相手が理解できるような脳みそがあるかなっていうのも寝踏みしながらですよ、うん、そうですね、うん、全然わからなそうな時ちょっとスルーしてね、このマスクの話はちょっと果てがなくて、でしかもやっぱり商売やってる方としては、うん、それは商売やってる人がそういうのは分かりますもんね。そのこれやマスクしてくださいって言ってれば、その営業できるとかね。そう、そうね、うん、だから結構大勢力、ディズニーランドとか、うん、あれ何をって思っちゃうんだけど、うん、小さな飲食店でおじちゃんおばちゃんがマスクしてくださいって言われた時に、それちょっとね逆らえないような感じがちょっとしちゃうんですよね。そのとこもやっぱ張り紙で済ませるとかね、うん、やってますやってます、うん、言ってます言ってますってね、そう、うん、そこをうまくやってくれればいいんだけど、でだからそこに行っちゃった以上は、うん、マスクしてくださいっていうのを最初に言われちゃってるから、やっぱりしないと、うん、あれ来るなってことなんだろうななんて思ったりとかして、うん、まあね、でもそこでも私ちょっと頑張るな私、あでだからもう最後奥の手は医者に止められてますって、だからそういうことを言って、まあ、それは別に嘘じゃないですよ、うん、そういうことを言ってても相手が、あ、それはしょうがないねっていう、だからマスクをしろということがその憲法に違反するのだとかいうことが相手は多分理解できないだろうと思った時には病気なんでっていうので、うん、そうやってまあ、病気がなくても健康に害があるから、うん、マスクは医者に止められてますって構わないんですよ、うんうん、というふうにしてしまうとかはやってますけどね、私も、うん、相手を見て、うんうん、そうですね、どこまで話するか、はい、あ、そうですね、うんうん、まあ、ちょっとこの話、まあ、ちょっとこの話長くなっちゃうね、そう、長くなっちゃう、ちょっとなんか気分がね、でも悪くなるね、でもそもそもがマスクしないのが何がいいかって言ったら、自分一番大きいのが、うん、
やっぱ大きい呼吸だと思う。そこって何ヨガだか呼吸法だかよくわかんないけど、うん、そういうことなんかなと思ってて、そうですよね、うん、酸素が入ってくるってことですもんね。そうですね、うん、だからその大きい呼吸をするなって言ってる社会ってことですよね。そうですよね、うん、でまあ喋るなってことですよね。ほら奴隷のね、そうそう、マスクの始まりは奴隷だったっていう写真見たことない、うん、絵を見たことありませんか。なんか黒人の人にこうマスクをさしてもう喋るなっていう、あ、そういうことか。そういうことみたいですね。だから自分も確かに喋りたくなくなっちゃうもん、なんかマスクしてると、ね、うん、よく聞こえないしね。そうそう、うん、あ、どうしよう、この部分ちょっと別ですよね。あんまりなんかちょっとこう、うん、気分がドヨンとしてきちゃって、これをカットしましょう。ちょっとカットしましょうね、うん、ここは、うん、そうしましょう、うん。